それではですね、今回ご紹介するのはこの方です。どうぞー。どうも、おいで、まずいですね。早速自己紹介お願いします。ホームランボール花田店の田田萌と申します。よろしくお願いいたします。はい、田田さん、よろしくお願いします。田田さん、早速でございますけども、こちらのお仕事始めてどれぐらいなんですか。約6年です。約6年、はい、6年、じゃあこの木村さんで働こうと思って誰でも。きっかけはやっぱり金沢駅が近いっていうのが一番大きな。はいはいはい、まあ、駅からほんと近いんですよね。ちょうど新幹線帰ってきました。なるほど、この方々と共有できたらいいなと思っていただきました。それ嘘でしょ。そんな綺麗なね、なんか取ってつけたみたいな、何でしたっけ、いろんな人と交流してみたいな、はい、もう一回、もう一回行こうな、本当は何なんですか。本当は、まあ、交通の面がいいので、そうね、交通の面まず大丈夫よね、うん、はい、はい、それと、それと、うん、やっぱこっちの面が、ね、そこも大事ですよ。まあでもね、あのいろんな人と交流するのが好きということで、はい、こちらのお仕事、はい、で新幹線開業すればね、まあ、いろんな県内の方もね、いらっしゃったりするのでね、まあ楽しいだろうということで始めた。これでよろしかったですか。はい、はい、で、多田さん、あのこちらお店、何曜日休みっていうのが決まってたりするんですか。決まってはないんですけど、大体週に2回ほど。あ、週2なんや。はい、お休みの日って何してるんですか。去年始めたゴルフとか、たまに行っている。じゃあゴルフは今もっぱらの趣味だと。はい、どうですか、自分的には腕前とかもやって、去年始めた割にはうまいんじゃないかとか、自分なりにもあるじゃないですか、周りからの評価とかも、うん、ていうかもう、はい、自信ありけやん。何言われてる、みんなまでお前言わんでええぞみたいな顔してた。本当、あの周りの評価的にはどうですか。周りの評価は、まあ、始めたばっかりやし、これからやねって感じですけど、でも自分的には、最初は自信あったんですけど、だんだんちょっと下がってきた。今ちょっと上がってきた、盛り返してる、はい、あ、じゃあちょうどいい時期やね、はい、じゃあ盛り返しているところで、はい、一回ちょっと私に、そして皆様にですね、ちょっとスイングを見せていただければ、はい、そうすればほらまた皆さんからいいんじゃない、1年ちょっとでこれだったらいいんじゃないみたいなのあると思うので、ちょっとぜひ披露していただいて、はい、あちらカメラに行ってみよう、はい、あ、お尻だけ抜けてるよ、ずっとゲーム抜けないと怖くなる。はい、はい、行ってみよう。俺絶対球飛んできたら当たるやん、このまま来たら。あー、なるほどね、もう最後の笑顔が良かった。最後の笑顔が一番良かった。皆さんどうでしょうか、今のスイング、ね、評価していただければと思いますけど、これだと僕いまいちわからんので実践したいなと思ってまして、今日たまたまなんですけども、パターのセット持ち歩いてたんですよ。たまたま、はい、週2ぐらい持ち歩いてるんですけど、ちょっとたまたま今日持ってたんで、私めとパター対決いかがですか。ぜひ、よし、やりましょう。じゃあ多田さんとパター対決やってみよう。お客様の笑顔のためにホームラン55金沢店、ホームラン55野々市店、夢と感動のおもちゃ箱ケイズラパーク金沢店、ケイズ富山田中店、ケイズ高岡店、焼肉ダイニング時根金沢片町店、台湾カステラパクパク金沢立町店。さあ、というわけでございまして準備整いましたよ。見てください、この準備周到な、ね、感じ、ね、素晴らしいね。で、まあ、こちらゴルフボールも2つ用意しました。多田さんちょっと腹黒そうなんで、黒の球でね、出てますから、ね、黒の光ってるやつでいきましょう、はい、
じゃあ先攻後攻じゃんけんしますか。はい、いいですか。まず最初はグーでいこう。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。これ何られるんだ。そんなグー出されてるんだ。グーって。もう一回いきましょう。最初はグーじゃんけんぽい。どっちですか。先行で。先行で、わかりました。じゃあ私、後攻でいきます。はい、はい、せっかくあの対決なんで、高田さん罰ゲーム決めましょう。はい、はい、じゃあ、高田さんが負けたら、あの僕、あの皆さん、高田さん何度も実はお会いしてるんです。僕ホームランさんで何度かお仕事させてもらってて、毎回この格好はもう見てて見慣れてるんです。もう何やったら休みの日もこの格好なんじゃないかっていうぐらい見てるんですよ、この格好は。だから、ぜひともこの機会に私服を見せてください。私服、私服、はい、そこのギャップがどんな感じになるかというと、ちょっと僕楽しみなんで、ぜひちょっと私服をお願いします。いいですか。はい、可愛い。僕も可愛いから、あの何でもいいできます。わかりました。はい、何がいいです。何でもいいです。私の代わりに1日ホームランで働いていただきたいです。はい、やりましょう。はい、やりましょう。時給をいくらからになります。時給はもらえるのもらえるの罰ゲームなんで、まあ、時給相談しておきましょう。はい、じゃあそういうことで罰ゲームも決まったんで、早速先攻は多田さんで始めていきたいと思います。はい、さあ準備ができました。多田さん、はい、いっちゃってください。自信あるんですもんね。ちょっとだけ、うん、言っときますけど、僕はやったことないですからね。やったことない人とやったことある人、はい、ね、どんだけ触るかね、見てみましょうよ、ね、これ一発勝負やからね。はい、まあ、行きましょう。形綺麗ですね。やっぱやってるだけありますね。うん、いるんかい。くそー。でもやっぱやってるとそんなものうまいこといきますね。はい。うん、はい。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 これあげる。あげる。じゃあやっぱり1年ぐらいやってるんでしたっけ。1年ですね。じゃあ1年のグラブということで、ここでいいかな。あのここで1年のグラブ、この箱が取りました。はい、あの僕のハンディ屋敷のハンディって、あのハンディサイズじゃないからね。ハンディキャップやから。ハンディキャップをいただくっていう意味のハンディですから。いきましょう。お願いします。やったことない。やったことないから。いきますね。いきますよ。めっちゃ緊張する。いこう。よっしゃー。さあサドンですよね。もう一回ですね。次でしょうね。行きましょう。よかった入ってよかった入って。はい、じゃあ佐藤さん2回目行きましょう。行こう行こう。はい、ホームランで1日働くの嫌じゃないけど嫌やもん。負けたくない、負けたくないよ。うん、はい、行こう。最後完成。なんでなんで入ったねえ、びっくりするやん。ちゃいました。いや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 、そう、じゃあもうここやから、ここやから。なんで入れるのねえ。ちょっと、じゃあ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 、よし行こう。気を取り直して行こう。入れるぞ、俺入れるぞ。行こう。っていうか、多田さん、打ち合わせしたよね。打ち合わせしたよね。2回目で外して俺入れるっていう話したよね。打って入ってこっち向いて割ってたよね。あのもう一回行くから、もう一回行く。これ2、2回目の手でってことで行きますから。はい、延長戦で、延長戦で行こう。さあ2回目仕切り直していきましょう。さあ2回目行きましょう。じゃあこれ泣いても負けてもこれ一回勝負ですね。はい、行きましょう。はい、はあ、びっくりした。なんでかわからないけどびっくりした。さあ行きましょう。はい、外せ。よーしよーし。勝負やから。勝負に男子女子関係ございません。さあ行きましょう。行くよ。はい、見とけよ。見てます。見とけよ。ずっと見ててよ。もう本当に行くよ。さあ決まれ。変な会話の声入ったけど、見くび
ームだ。さあ、私今日勝ちでございます。はい、さあ、勝ちましたよ。あ、やっぱりほら、なんていうかな、見せ場を作るとこ、まあ、そういうとこ勉強してほしい、うん、これから勉強していってほしいんですけど、ということで、はい、お約束通り、戸田さんの私服チェック。勝った。さあ、罰ゲームのですね、戸田さんのファッションチェック準備ができたみたいです。それではですね、登場してもらいましょう。どうぞ。のいいですね。夏って感じでございますけども、いいじゃないですか。全然雰囲気変わりました。はい、戸田さん、はい、あのファッションのポイントをお願いいたします。いつもなるべくシンプルな感じで、シンプルですね、はい、いいですね。動きやすいシンプルな感じで。あ、なるほど、動きやすくてシンプルがポイント、はい、でちょっと夏やからこういう感じで、はい、サーマルっぽいのあしらえて、はい、なるほどね。あ、いいですね。全然雰囲気変わる、なんかナチュラルな感じで。罰ゲームっていう時に全然罰になってないもんね。なんかプラスになってるもんね。うん、いや、いいです、いいです。黒パンとか多いんですか？黒パンめちゃくちゃ多いです。あ、黒パンが多い、はい、で、上はやっぱ無地が多い。無地で、ちょっとダボってしてるのが多いですね。あ、なるほど、はい、ちょっとゆったりな感じ、はい、まあ、最近流行ってますからね、ゆったりサイズがね、はい、まあ、そこもちょっと合わせて、はい、で、ワンポイントでアクセサリーとかつけちゃったりしてね。え、なるほど、こんな感じでございました。さあ、というわけでございまして、バター対決も終わりまして、私の勝利ということでね、はい、終わりましたが、まあ、戸田さんこのまま、あの私服のまま、エンディングの迎えるわけでございますので、はい、ねえ、さあ、最後にですね、皆様に一言なんか PR していただければと思います。よろしくお願いします。私はカウンターにいることが多いので、うん、ぜひお気軽にお声掛けください。お待ちしてます。はい、ぜひぜひね、ホームラン5号神奈川店、来ていただければと思いますので、ぜひとも気軽に声掛けてください。なんか他にも言うといた方がいいですよ、今言うといた方が。夫婦、誰か連れてってください。このお値段勝負ね、誰か連れてってあげてください。というわけで、バイチャー。バイチャー。